皆さん、こんにちは。国民民主党参議院議員の河井隆則です。今回は選択的夫婦別姓がテーマです。6月23日、最高裁大法廷は2015年に引き続き、再び夫婦別姓を認めないとする司法判断を下しました。その主な理由は、社会や国民の意識変化を踏まえても、憲法適合性の判断を変更する必要は認められない。 また、夫婦同性を規定する民法750条及び戸籍法74条の規定が直ちに憲法違反とは言えないというものでした。その上で、夫婦の事についてどのような制度をとるのか、立法政策として相当かという問題と、夫婦同性を定める現行法の規定が憲法に違反しているか否かという問題とは、次元を異にするものであり、この種の制度のあり方は、 国会で論ぜられるべき事項であるとしています。つまり、最高裁大法廷は、選択的夫婦別姓の可否についての司法判断を行わず、国会の場で議論を深めることを促したこととなります。すでに2017年の世論調査で、選択的夫婦別姓を容認する派が否定する派を大きく上回るなど、以前とは社会情勢が大きく異なってきております。 国会はこうした国民世論の動向を見極めつつ、選択的夫婦別姓の可否について、速やかに正面から向き合う必要があります。今後の国会の動向に注目が必要です。本日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。